お金バンク、もう終よ。楽天と入れ替わるのいつかな。山川の人的保障で西武行きそう。すまん、80億使って B クラスとか夢か。全体的に守備やばすぎやな。牧原調子良くないし、しばらく休んでほしいけどな。鳥越復帰はマストよ。これとにかく守備叩き直さんと、あかんぽんさんは優しすぎる。てか2軍の守備コーチが缶の茶上がってくるやつ、みんな守備悪いやん。あた希望にされてたイサムも結局ごたこ3三振にエラーはさすがにひどいわ。 B どころか再開で A はこんなチーム。藤本に休息取ってもらって、オフにコーチスカウトスタッフ刷新しよう。明日は楽天勝ち目薄いから3位キープできそう。今日は有原となぜか増田を一塁起用した藤本のおかげやね。エラーしてもいいから若手出せ、それが学びやろ。松田もそうやって上手くなっていったんや。増田より井上の方が見たいんやが。お前らマジで CS さえいけないの？さすがに引いてまんわ。手を出しといてあれだけ切れてたんだから、複雑骨折で粉々になったのかと。ところでホーキンスが初出場して早速打点でデスパイネを抜いたんだが、どう思う？ホーキンスのスイングは他のメンツと比べて一番マシって感じはした。他のメンツといってもデスパカメやが。ご視聴ありがとうございました。